塩が一番うまいおじいさんとおばあさんに食べ物で一番おいしいのは何かと聞かれた時私は塩と答えたんだがその由来わけはこうだよ昔昔ある時王様がお祝辞を召し上がっていた王様は 食事がおいしくなかったので、この食べ物を何かおいしくすることはできないのか、と言った。ちょうどその時お城の天井から何かが王様のお椀の中に落ちて入った。それを食べてみると、とてもおいしくなっていた。それはお城の胸上げの時に掲げたシビランカに結んであった塩であった。長編みで溶けて 落ちてきた塩だったんだよそれで今でも絵を作る時は胸上げの時シビランカと書いた板に塩味噌米の3つを縛って吊るしているそうだ。